はい、今年の優勝は。 誰のおかげだと思います私は、ええー、誰だろう、うん、いっぱいいるんですよ。あのー、そうなのいっぱいいるのいっぱいいるんですけど。はい。さっきでも、安倍選手って話も、でも私、矢部田選手がやっぱこれだけ勝利、あの、勝ち星上げてくれたの大きいかなーっていうのは感じるんですよね。はいはい、矢部田選手かなあー。わ、うん、かった。じゃあ、そのアスカちゃんの意見を組んで、はい今から解説の方にそんなお話を伺いますんで。ああ、はい、よろしくお願いします。はい、わかりました。じゃあ、まずはアニアさん。はい。

<laughs> いやいや本当に。ねえでもありがとういや本当ね今年はね、はい、あのピッチャーでいたら薮田がね、うん、あの15勝を目指して頑張ったいうのがねやっぱりこう一番の。 そうですね、まあ、本人も出来すぎだとおっしゃってましたけど、はい、あの若いその岡田がね、最初、引っ張っていったりとかして、はいでまあ、ジョンソンいなかったはい、はいね、しんどかったってなった時に、野村もなんか1人でエースでやんなきゃいけなかっただろうし、でそこからずーっとシーズン、振り返っていくと、薮田があそこで途中、 中継ぎから先発に回ってきて、あん大き勝ったの大きいですよね、いや、本当に、だからあの若手がね、うん、みんな頑張ったですよね、はい、野村、調子、前半悪かったですよね、うん、ジョンソンだめだったんよ。はい、だからやっぱりそういう意味ではね、若手にチャンスが回ってきたい、はい、それがまた活躍したのがね大きかったですね。 あの去年、その黒田投手が抜けた穴がとかね、はい、あと、何気に実は今年そのシーズン3月の終わりに迎えて、で意外とこれ、投手陣揃ってないよねっていう状況で迎えたじゃないですか、はい、ね特に選抜ピッチャーがね、これ、いきなりローテーションの谷間があるよぐらいの状況だったでしょ。はい その中で、まさかこれだけ力強くその引っ張ってくれる若手がいたっていうのと、あと、中継ぎ陣の活躍、大きかったですね。そうですよね。はい、特に中継ぎがね、うん、よく今年は頑張りましたね。はい。はい。これ、あの、野手陣で言うと、アニヤさんは、もう菊池選手があれだけ守ってくれたら、ピッチャーすごい投げやすいよって、はい、MVP は菊池です僕個人的にはね。はい。はい、これ、ピッチャーだと、じゃあ、 やたっってことなるすぱりそうですね、彼がチーム引っ張ったような感じになりましたからね。ってことは、住本明日香肌ってことですよね。はいそうですよね。そして山崎隆三さん、隆三さん、こ1年振り返ってみて、投手はしんどかった、で野手陣はちょっとずっと頑張ってくれてたっていうのもあると思うんですけど、隆三さんから見て、投手陣でこの人だったっていう、いわゆる。 優勝までの mvp 言えないんですよね。っていうのが、誰っていうことで、みんなでしょ。やっぱり優等生の、優等生のこと。いやだわ、これ。いや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 。だって、いろんなアクシデントがなかったわけではないわけいろいろな面でね。そこをカバーしてくれる選手が、もう本当、の次々に出てきてくれた。副兵がどんどん出てきてましたよね。これ、やっぱりそうは単純に圧 っていうことになるんだけど、だからみんなでしょ。え野手人はえ野手人。みんなでしょ。だけど、あの、シーズン前にこれだけ、その独走しながら勝っていくみたいなチームになるという予想はあったんですかいや、あの、ある程度やっぱりしっかりしてるっていうところで、というのがやっぱり野手のこう、力、もう得点能力の凄さ。 っていうところはね、今年もあるんで、うん、あの間違いなく優勝候補に、どの解説者も上げてたと思うんですよね。あれ、なんであんなに急に選手層が熱くなったんですかねいや、本当にね、これはね、急にですよね、あのどう言ったらいいんだろう、うんあの、非常にこの基本であったりいう部分が、はい。 各選手にこうう浸透したと思うんですよ、はい、口で分かってあか頭では分かっても、うん、その行動に移せないっていうことが多々ある中でどの選手もこう,、うん、こう打てばこういう考えになればヒットになる、はい、つなぎの野球とは何ぞやつなぎの本当の意味がものすごく選手 同士ででしたよような気がすするんですよね、はい、これはやっぱり監督、コーチの手腕だと思うし、はい、やっぱりこう、今まで僕も経験してるんだけど、右から左に、ずーっと抜ける選手がいてはいけないんですよ、これ <laughs> はい、はい、頭にとどまってないと、それがとどまってる選手がもうほとんど。はい 全員と言っていいんでしょうね、そううい意味じゃね次の類を狙うとか、なんかチャンスが。勝ち方とかね、が本当に分かってきた、実践やっぱり実践すると、やっぱりね、身になりやすいじゃないですか、そういうところの日々の繰り返しで、もうなんていうんですかね、みんな、抜け、隙のない野球が。 だから本当に、単純につなぎの野球って、つなぎの野球ってあの言ってるけど、はいあの、コメントとかでね、うん、本当の,あの意味でみんなが理解できたっていうのが、去年、今年だと思うんですよね。<ー>はい、広瀬淳さん。はい、淳さん、ちょっとはい、はい、マイク渡しますよ。もうすみたいな顔で聞いてましたよ、もう先輩はもうみたいな顔でしたよ。やめてくださいよ、その振りは、先輩、<laughs> どうですか。 1年見てきて僕が思うのはやっぱり黒田さんが抜けてやっぱりどうしてもピッチャーには不安はあったっていうところでスタートじゃあ、今のローテーションは誰がいるのかっていうとジョンソン戻ってきましたけどもジョンソン抜けてクリが途中までよかったですけどダメで床ダ抜けて加藤抜けてえらいことになってましたからね。なったんですね結局その まあ打線がなんとかその若い人たちも含めて援護してやったのかなっていうト、はい、ータル的に言うとやっぱ野手の援護も含めてえ投手の成長につながったのかなと中村悠太の,その勝ち方もそうですしえまあ援護点に恵まれる大瀬田の時も鈴木誠也がえ22打点以上しますしえなのでまあそういう援護点も含めての野手と野手が投手陣をちょっと盛り上げたんじゃないかなっていうのは。 若干あるかなと。なので MVP を上げるんであればピッチャーですか。ピッチャー。僕は中継人って言いたいです。また汚い言い方。みんな汚い言い方するんだよね。あのそうでしょう。その住田明日派でもなく。誰にもちょっと山崎派でもなく。だいぶと毒さない。ちょっとあの社交的な一匹狼みたいなどっちなのよみたいな。どっちなのよ。ま中継逆転のカープ。 っていうことをやるんで言われてくるんであれば打、はい、線はもちろんそうですけど、まあ、中継ぎ陣の今年の、えー、頑張り、うんえー、いろんな配置転換もありました、はい、それに対する、えーまあ、各長崎が抜けたら、はい、今村が抑えが入ったり長崎が戻ってきて今村が悪くなったらまたな長崎来たりで去年の長崎になったと思ったらまた変わったりとか調子によって塩路、えー、の皆さんも変えてきたと思うんですけども、はい、その適材適所か分かりませんけどもその、はい ポイントポイントに長継ぎの人たちをうまくこうまあ変えてきたのも要因かなと思いますね。うんうん、これでもねそのまあピッチャーを支えたのは打撃陣ですとおっしゃいましたけど、はい、打撃は水物でもあるでしょ。はいはい、た時に、はい、まあそのいわゆる平均の打率とか、はい、ホームラン数とか盗塁数とかどれ見てもカップ1位だったりするでしょ。どれ見ても1位ですね。ねはい、で飛び抜けて1位だったりするでしょ。はい、あれなぜさっき山崎さんにもちょっとお伺いしたんですけど、はい、その。 突然のように、みんなのレベルが1個2個、クっと上がって、そこでフィックスした、安定したような気がするんですよ、うん、どうですかね、ああ他の球団もちょっと残念なところもあるんですけども、えー、えー、まあ積み重ねだと思いますね、あの、初めてクライマックスに出た時から、着実にその、菊丸が力をつけてきて、で、それで追随するように田中がドラフト、まあ、ドラフト戦略もあると思うんですけども、はい、まあ、菊丸、 15年が菊,、ま、もう菊丸がもう全部やってくれみたいな感じだったんですけど菊丸がだめなシーズンのところで、はいね、去年、田中が入ってくれてうん、うん、で鈴木誠也の成長となってくるんですけど全体的なその、えー、年齢的に応じるそのスカウトの、うん、お戦略の部分も含めて、はい、ピッチャー陣の、えー、高卒がのの育てるというところからちょっとこう、積戦力というところをそうですねあのね。 田村スカウトも大世代引いてくれましたけども、はい、いやあの本当、ほんと広島のスカウトの方のそうですよあ<の>菊池を、ね、菊地をやっぱりっ、っ松本スカウトもそうですよ、すまあ、スカウトたちの,その、まあ、チームを見たときにどこが足りないかっていうところの中で、僕たちがやっぱやってたとき、低迷してたじゃないですか。はい 4位5位だとか一番暗黒の時代ですもんねそういう時にやっぱり暗黒言わないですねそういう時に先を見据えた戦略というか選手をピックアップしてきた裏金さんスカウトさんも MVP かなと思いますね、はいうんうん、そうですよね、はい、だっヤブタだって大学時代2試合しか投げてないんですよ。そんな選手を取ってきた人だけでしょヤブタお母ちゃんがタクシー運転手をやってた時にヤブタのお母ちゃんに 「うちの息子どうですか?」って言われましたから「<ー>いやちょっと松本スカウトに言っときますま」んです軽く受け流したんですよ。でも本当にいや本当に知らなくて「本当にうちの息子150キロぐらい投げるんですよ」って言われて「僕に言われてもな」と思いながらその時は。 そしたらやぶただったったていう、ねはい、だけど、そうやって、そういう選手とかでもちゃんと取るように、しっかりと見てたりするし、そうですよね、まあ、丸もそう、阿部も10年かかってきて、はいまあ、ちょうどいいタイミングでポーンってきましたから、まあ、そういういいタイミングの、えー、選手も含めてこう、合致してきた、はい、成長も含めてこう、チームも成長してきた、<laughs> いい形で身を結んできたのかなと思いますねじゃあ、打撃陣でいうと、はい、優勝はこの人のおかげよって一人あげなさいって言われたら誰なんですか ああ、素晴らしい僕は丸だと思いますずっと良かったですねずっとよかった開幕ダッシュも含めて丸が引っ張ってきました6打席、MVP も取ったし巨人戦で3連続ホームもったし交流戦で1試合しかヒット打ってなかったしあと全部打ってるんですう交流戦で勝てないときに丸がずっと打ち続けてくれたっていうことも含めてトータルを見ると 4番を鈴木誠也に据えました、うん、でもその前で丸がやっぱり鈴木誠也の負担をやっぱややらげてる部分はやっぱあるんじゃないかなと。あやっと竜三さん来た、竜三さん来た。はい、やっと来たじゃない、乗っかろうとしたいですよリュウゾ三さん。いや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 、まあ、野手の場合はね、本当、はい、僕も。 同意多分 MVP は丸じゃないかなってう。まさに今、広瀬淳さんが言ったようにですね。淳さんが言ったようにですね。はい。さん全く同じこと考えたんですあの、本当聖夜君も非常に頑張って、もう本当、ね、いい活躍してくれたんだけど。確かに関係ない成績ですけど。丸はやっぱりあの、オプセンの頃から、本当にこう、え WBC 組がいない時も、 チームをずっとこう、こぶして、結果出して。そうですよね。怪我なく。そうだ、今年はシーズン入った時はそうだったですね。そうです、そうです。侍ジャパンから入ったんですもんね。そうなんですよ。それで、彼らがいない時にも、あの、一人でっていうか、まあ、田中康介も頑張ってくれ、あ、残ったですよね。はい。そうそう、丸一人でね。そうです、そうです。あ田中っていうことから始まって、シーズンに入っても、ずっと、ほんとこう、 プレーでっていうか、浮き沈みがなかったじゃないですか、ほとんど、コンスタントに、ね、潤さん、もちろん、もちろん、これ、マイク取れますね。一番もろいの持ってますから、ビルかけようになってますから。いや、まあ、まると思いますね、関脇屋のけがは残念だったんですけど、あとは。 三塁争い三塁争いをペーニャいましたよね、はい、ん忘れてないですかペーニャいたねペーニャいましペーニャどこに行ったんだペーニャナイスカイですからねはい、ただその、はい、ねは、ま、やっぱり安倍足が使える安倍があそこにハマってくれて最初は左が打てなかったですけれども、はいあ、やっぱり左が徐々に打てるようになってから心配しなくなってきましたしやっぱり、ねうんえー、阪神戦の天王山っていうね、はい、なった時の安倍の さイならホームラン、うん、同点、それであの三つ丸逆転のタイムリーとか、アベ、はい、の成長もやっぱり田、えー、田中菊池でファーストにまあ荒井さんとかね入りますけども、はい、プラスアベも入ってきた内野の中のそのうん、うん、カエル選手がいなくなったっていうのも強みうん、うん、強くなったかなと思います、ね。いろんなとこ守らされたしね。そうですね。それに対応していったし。そうです。うん、もう本当に東出がずっと覇気を出してやれよっていう、うん、言ったことをずっとね。 に持ってますからねで残り時間があとわずかになってるんですけどアニヤさんこれクライマックスシリーズそしてアニヤさんがもうずっと言ってた日本一がこれからいよいよですけども叶いえますよねはいただね今二人とも野手のことを言いましたけど僕はコーチとのコミュニケーション石井拓郎東で向井はいやっぱりそういう裏方がねものすごくこう話が あったとと思うんです<ー>選手とだから僕は彼らの引っ張りも良かったんじゃないかなと思うし、また走塁面ではね、はい、あの川田、川田介大玉木がいてね、はい、やっぱりそういうのを足を使える攻撃も。 全部ができたのは、はい、やっぱりのじのおかげだと思うんですよね。だからやっぱり、その、まあ一応、裏方になるんですけど、はいはあの、いいコミュニケーションを持って、うん、僕は今年一1年間やってるんじゃないかなという気がしますね。の今日ビールかけの時にに、みも、あも、尾形監督も、えー、そして、さあ、ビールかけ始めますよって時も、裏方の皆さんもっつって、も本当、選手たちも、そのコーチ陣、スタッフたちも、やっぱその一体感がすごいある。 その祝賀会だったなと今日も思ったので、はい、関係がいいってことなんでしょうねそういうことですね、だからやっぱこう、今、あの監督をはじめね、あの首脳陣も、チームワークが一番いいんじゃないですかね<ー>、うん、だからコミュニケーションを常に取っとる証拠じゃないですか。RCC ラジオみたいいですねはい もう今もう三人がね話あったしあのもう一人横山はねあのーリュウちゃんはいあの広島にいるんですけどはいはいはい彼も来たかったじゃないか横山リュウちいないねそうですよね本当ねイジゲてる本当ですよね起きてますか横さんリュウさん盛り上がってるからねぜひ今度また広島でね絶対イジゲてるよ絶対そうですよねなんで俺だけなんだと思ってるでしょうねはい。 じゃああの一応ね今回こうやって皆さんにお話を伺いましたけれどもあの解説の MVP は横山隆二さんということで、<laughs> はい、あ <laughs>、はい、アスカちゃん、はあのスタジオで聞いていただけましたでしょうか。聞いてましたよ。でもなんかその何 <laughs> ですか解説の MVP は横山隆二さんは置いといて <laughs> あのはい、はい、グラウンドに出ていないやっぱ。 裏方さん、うん、その、今回も、その、何でしたっけビールかけの時もそうですし、いろんなヒーローインタビューの時でも、はい、なんかこう、裏方さんのっていうコメントをたくさん聞くじゃないですか。うん、そうですね。試合に直接出ていない、その、でもその選手を支える人たちの力っていうのが、なんか大きいんだなっていうのも、今の段階で聞いてて思いますいなんか、ファンの方たちが、はい、あの、スタンドで、うん 赤松選手のユニフォーム掲げてたりとかしたじゃないですか。はいはいね、なんかああいったことも、なんかいわゆる広島カープイズムみたいなのがファンの人たちも分かってくださってるし、そのファンの姿を見て、またナインもそれに鼓舞して頑張るみたいなところもあったし、で今日はやっぱあの 優勝が決まったっていう瞬間に鈴木誠也選手が出てきた。はい、赤松選手が出てきたって、やっぱあそこって去年のあの黒田投手とそして荒井選手が抱き合ったっていうあのシーンに匹敵するような感動ちょっと胸が熱くなったし涙がこぼれたしそんなシーンだったのでなんかあのこの熱い感動とか今のその広島カープが醸し出すいい雰囲気っていうのをファンの皆さんとそして我々伝える RCG ラジオ とかこういったみんなもなんか享受してなんか本当に日本一のチームー日本一とファン日本一の放送局になったらいいよなと思いますよねそうですね、はい、さあこの後は皆さんじゃあ飲みに行かれるということで <laughs> 気をつけておごりきてくださいね、はい、りね <laughs>、はい、たくさん飲んできてください。<laughs> ギャルは全部使いますから <laughs> <laughs> アジアさん今日ね、午前様やって、はい、テレビの中継やって、はい、で祝賀会のインタビューやって、これもやってから4本やってからね、<laughs> <あ>相当ギャラあるからね。ね100 <laughs> 100万ぐらい入るんだよ <laughs> <laughs> 思いますから、五十万は打ち上げ、五十万はパチンコで使いますから。その通りです。その通りじゃないですよ。横山さん、そして、アニやさん、さきさん、ひらさん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。広島の皆さん、おめでとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。叶いますよね。はい。ただね、今、二人とも、あの、野手のこと言いましたけど。僕は、あの、コーチ。 とのコミュニケーショ石井拓郎、東あ向井、やっぱりそういう裏方がね、ものすごく話があったと思うんですよ、選手と。だから僕は彼らの引っ張りも良かったんじゃないかなと思うし、また走塁面ではね、川田、大輔、玉木がいてね、やっぱりそういうの足を使える攻撃も。 全部ができたのは、はい、やっぱりのじのおかげだと思うんですよねだから、やっぱり、まあ、一応、裏方になるんですけど、はいはあの、いいコミュニケーションを持って、うん、僕は今年一1年間やってるんじゃないかなという、気がしますねすねねそうで今日ビールかけの時きに、ミジクも、緒方監督も、えー、そしてさあ、ビールかけ始めますよって時も、裏方の皆さんもっつって、も本当、選手たちも、そのコーチ陣、スタッフたちも、やっぱその一体感がすごいある。 その祝賀会だったなと今日も思ったので、はい、関係がいいってことなんでしょうね、そういうことですね、はいだからやっぱこう、今、あの監督をはじめね、あの首脳陣も、チームワークが一番いいんじゃないですかね<ー>、うん、だからコミュニケーションを常に取っとる証拠じゃないですか。RCC ラジオみたいいですねはい もう今もう三人がね、話あったし、あのもう一人横山はね、あのりちゃん。はい、あの広島にいるんですけど。彼も来たかったんじゃない。りゅうじいないね。そうですよね。本当ね、いじけてる。本当ですよね。起きてますか、横さん。りゅうさん、盛り上がってるからね。ぜひ今度また広島いじけてるよ。絶対そうですよね。なんで俺だけなんだと思ってるでしょうね。はい。 じゃあ,あの一応ね今回こうやって皆さんにお話を伺いましたけれどもあの解説の MVP は横山隆二さんということで、<laughs> <laughs> はい、はい、アスカちゃん、あのスタジオで聞いていただけましたでしょうか。聞いてましたよ。でもなんかその何 <laughs> ですかまあ解説の MVP は横山隆二さんは置いといて <laughs> あのはい、はい、グラウンドに出ていないやっぱ。 その今回も、その何でしたっけ、ビールかけの時もそうですし、いろんなヒーローインタビューの時でも、はい、なんかこう、裏方さんのっていうコメントをたくさん聞くじゃないですか。うん、そうですね。試合に直接出ていない、その、でもその選手を支える人たちの力っていうのが、なんか大きいんだなっていうのも、今の段階で聞いてて思います。なんか、ファンの方た。ちが、はい、あのスタンドで、うん 赤松選手のユニフォーム掲げてたりとかしたじゃないですか。はいはいね、なんかああいったことも、うん、なんかいわゆる広島カープイズムみたいなのがファンの人たちも分かってくださってるし、うん、そのファンの姿を見て、またナインもそれに鼓舞して頑張るみたいなところもあったし、で、今日はやっぱ、あの、優勝が決まったっていう瞬間に、はい、鈴木誠也選手が出てきた。赤松選手が出てきたって、やっぱあそこって去年の、あの、黒田投手と、そして荒井選手が抱き合って。ですけど、菊丸がダメな。はい シーズンのところで、ね、去年、田中が入ってくれてうん、うん、で鈴木誠也の成長となってくるんですけど全体的なその、えー、年齢的に応じるそのスカウトの、うん、お戦略の部分も含めて、はい、ピッチャー陣の、えー、高卒がのの育てるというところからちょっと、こう、先、はい、戦力というところをね。あの 田村スカウトも大瀬良、引いてくれましたけども、はい、あの本当、ほんと広島のスカウトの方のそうですよあの菊池をねというそう、菊池をやっぱり頑張ってきた松本スカウトもそうですよ、すまあ、スカウトたちのその、まあ、チームを見たときにどこが足りないかっていうところの中で、僕たちがやっぱやってたとき、やっぱ低迷してたじゃないですか。はい 両位五位だとかうんうんそうですね。そうう一番暗黒の時代ですもんね。そういう時にやっぱり暗黒言わないです。ね <laughs> <laughs> そういう時にやっぱりこの先を見据えた戦略というか選手をピックアップしてきた裏方さんスカウトさんも MVP かなと思いますね、うん。そうですよね。はい、だってヤブタだって大学時代に試合しか投げて,てないんですよ。僕そんな選手を取ってきたわけですよ。僕ヤブタお母ちゃんがタクシー運転手をやった時にヤブタのお母ちゃんに。 「うちの息子どうですか?」って言われましたから、ね「<ー>じゃちょっと松本スカウトに言っときます」<laughs> <laughs> 軽く受け流し,たし軽く受け流したんですでいやでも本当に <laughs> いや本当に知らなくて本当にうちの息子は150キロぐらい投げるんですよって言われて僕に言われてもなと思いながらその時は。 だっったっていう、ね、だけど、そうやって、はい、そういう選手とかでもちゃんと取るように、しっかりと見てたりするしそうですね、丸、まあ、もそう、阿部も10年かかってきて、はい、ちょうどいいタイミングでポーンって来ましたから、うんそういういいタイミングの選手も含めてこう、合致してきた、はい、成長も含めてこう、チームも成長してきた、うん、いい形で身を結んできたのかなと思いますねじゃあ、打撃陣でいうと、はい、優勝はこの人のおかげよって一人あげなさいって言われたら誰になんですか ああ、素晴らしい僕は丸だと思いますずっと良かったですずっとよかった開幕ダッシュも含めて丸が引っ張ってきました6月に開幕1位も取ったし巨人戦で3位で勝ったし交流戦で1試合しかヒット打ってなかった試合あとと全部打ってるんですう交流戦で勝てないときに丸がずっと打ち続けてくれたっていうことも含めてトータルを見ると やっぱ4番を鈴木誠也に据えました、うん、でもその前で丸がやっぱり鈴木誠也の負担をやっぱりや,やらげてる部分はやっぱあるんじゃないかなとあはいあ,ーあやっと竜三さん来た竜三さん来た、はい、やっと来たじゃない乗っから落としたいですよ竜三さんいや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 まあ野手の場合はねうん、うん、あの本当、はい、僕も同意 うん。はい。多分 MVP は丸じゃないかなって思う。まさに今、広瀬淳さんが言ったようにですね。淳さんが言ったようにですね。はい。本当に。ですに。ってことは住本明日香派だってことですよね。はい。そうですよね。まあそういうことにしましょう。ですよね。はい。そして山崎竜造さん。竜造さん今年1年振り返ってみて。はい。投手はしんどかった。 で、野主人は、ま、あちょっとずっと頑張ってくれてたっていうのもあると思うんですけど、竜蔵さんから見て、当主投手陣でこの人だったっていう、いわゆる、優勝までの mvp 言えないんですよね。っていうのが、誰っていうことで、みんなでしょ。やっぱり優等生の、優等生のこと答え。いやだわ、こいや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 。だって、いろんなアクシデントがなかったわけではないわけだ。いろいろな面でね。 そこをカバーしてくれる選手がもう本当の次々に出てきてくれたって、ねはい。副兵がどんどん出てきてましたよね。これはやっぱりそうは単純に熱い。 っていうことになるんだけど、だからみんなでしょ。野手人はえ野手人みんなでしょ。だけど、あの、シーズン前にこれだけ、その独走しながら勝っていくみたいなチームになるという予想はあったんですかいや、あの、ある程度やっぱりしっかりしてるっていうところで、というのがやっぱり野手のこう、力、もう得点能力の、すごさ。 っていうところはね、今年もあるんで、うん、あの間違いなく優勝候補に、どの解説者も挙げてたと思うんですよね。あれなん、の中えなんであんなに急に選手層が熱くなったんですかねいや、本当にね、これはね、急にですよね、あのどう言ったらいいんだろう、うん、あの非常にこの基本であったりいう部分が、はい。 各選手にこうう浸透したと思うんですよ、はい、口で分かってあ頭では分かっても、うん、その行動に移せないっていうことが多々ある中でどの選手もこう,、うん、こう打てばこういう考えになればヒットになる、うんはい、つなぎの野球とは何ぞやつなぎの本当の意味がものすごく選手 同士ででしたよような気がすするんですよね、はい、これはやっぱり監督コーチの手腕だと思うし、はい、やっぱりこう今まで僕も経験してるんだけど右から左にずーっと抜けてた選手がいてはいけないんですよこれ頭にとどまってないとうん、うん、それがとどまってる選手がもうほとんど。はい 全員と言っていいんでしょうね、そういう意味じゃね。次の類を狙うとか、ね、なんかチャンスが。勝ち方とかね、が本当に分かってきた、実践やっぱり実践すると、やっぱりね、身になる、なりやすいじゃないですか、そういうところの日々の繰り返しで、もうなんていうんですかね、みんな、抜け、どれ見ても1位ですね。で、飛び抜けて1位だったりするでしょ。あれなぜ さっき山崎さんにもちょっとお伺いしたんですけど、はいその、突然のように、みんなのレベルが一個、二個、くっと上がって、そこでフィックスした、安定したような気がするんですようんどうですかね、<ー>他の球団もちょっと残念なところもあるんですけども、えーえー、まあ積み重ねだと思いますねあの、初めてクライマックスに出た時から、はい、着実にその菊丸が力をつけてきて、でそれで追随するように田中がドラフト、まあ、ドラフト戦略もあると思うんですけども。はい まあ、菊丸15年が菊,、ま、もう菊丸がもう全部やってくれみたいな感じだったんですけど菊丸がだめなシーズンのところで、はいね、去年、田中が入ってくれてうん、うん、で鈴木誠也の成長となってくるんですけど全体的なその、えー、年齢的に応じるそのスカウトの、うん、お戦略の部分も含めて、はい、ピッチャー陣の、えー、高卒がのの育てるというところからちょっとこう、激、はい、戦力っていうところをそうです、ね、あのね。 田村スカウトも大瀬良、引いてくれましたけども、はい、あの本当、広島のスカウトの方のそうですよあの菊池をねというそう、菊池をやっぱり頑張ってきた松本スカウトもそうですよ、すまあスカウトたちの,その、まあ、チームを見たときにどこが足りないかっていうところの中で、僕たちがやっ,ぱやってたとき、低迷してたじゃないですか。はい 四位、五位だとか、そ, <laughs> そういう時、暗黒の時代ですもんね。そういう時に、やっぱり、暗黒言わないですね。そういう時、やっぱり、この先を見据えた。戦略というか、<はい S 1> 選手をピックアップしてきた、裏方さん、スカウトさんも。M. V. P. かなと思いますね。そうですよね。<はい S 2> だ,だって、薮田だって、大学時代、二試合しか投げてないんですよ。僕、選手をトップに。僕、薮田、お母ちゃんがタクシー運転手にやった時に、ヤブタのお母ちゃんに。 「うちの息子どうですか?」って言われましたから、ね「<ー>いやちょっと松本スカウトに言っときます」って言われて軽く受け流したんですやでも本当にいや本当に知らなくて「<laughs> 本当にうちの息子は150キロぐらい投げるんですよ」って言われて「僕に言われてもな」と思いながらその時は。 そしたらヤブタだったったていう、ね、だけど、そうやって、はい、そういう選手とかでもちゃんと取るようにしっかりと見てたりするしそうですね、丸、まあ、もそう、阿部も10年かかってきて、はい、今、ちょうどいいタイミングでポーンってきましたから、うんそういういいタイミングの選手も含めてこう合致してきた、はい、成長も含めてこう、チームも成長してきた、<laughs> いい形で身を結んできたのかなと思いますねじゃあ、打撃陣でいうと、はい、優勝はこの人のおかげよって一人あげなさいって言われたら誰なんですか ああ、すばらしい、僕は丸だと思います、ずー開幕ダッシュも含めて、丸が引っ張ってきました6月に開幕インも取ったし、巨人戦で、交流戦で1試合しかヒット打ってなかった試合あとは全部打ってるんですやっぱ、ああいう成長してきた、いい形で身を結んできたのかなと思いますねじゃあ、打撃陣で言うと、優勝はこの人のおかげよって一人あげなさいって言われたら誰なんですか ああ、素晴らしい僕は丸だと思いますずっと頑かっえ開幕ダッシュも含めて丸が引っ張ってきました6月に開幕戦も取ったし巨人戦で3連でゴもったし交流戦で1試合しかヒット打ってなかったしあとは全部打ってるぞ交流戦で勝てないときに丸がずっと打ち続けてくれたっていうことも含めてトータルを見ると やっぱ4番を鈴木誠也に据えました。うん、でもその前で丸がやっぱり鈴木誠也の負担をやっぱりやらげてる部分はやっぱあるんじゃないかなとあはいあっやっと龍三さん来た龍三さん来た、はい、やっと来たじゃないのっから落としたいですよ龍三さんいや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 まあ野手の場合はねうん、うん、あの本当、はい、僕も同意 うん。はい。多分 MVP は丸じゃないかなって思う。あまさ、まに今、広瀬淳さんが言ったようにですね。淳さんが言ったようにですね。はい。さんと本当に全く同じこと考えたんですあの、本当聖夜君も非常に頑張って、もう本当、ね、いい活躍してくれたんですよ。いや、今、慶ない成績ですけども。は丸はやっぱり、あの、オプセンの頃から、本当にこう、え WBC 組がいない時も、 チームをずっとこう、こぶして、結果出して。そうですよね。怪我なく。そうだ、今年はシーズン入った時はそうだったですね。そうです、そうです。侍ジャパンから入ったんですもんね。そうなんですよ。それで、彼らがいない時にも、あの、一人でっていうか、ま、田中康介も頑張ってくれ、あ、残ったですよね。はい。そうそう、丸一人でね。そうです、そうです。あの、田中っていうこから始まって、シーズンに入っても、ずっと、ほんとこう、 プレーでっていうか、浮き沈みがなかったじゃないですか、ほとんど、コンスタントに、ね、んさん、もちろん、もちろん、これ、マイク取れますね。一番漏れるのも、たません、ビルかけようになってますから。いや、まあ、まると思いますね、鈴木誠也の怪我は残念だったんですけど、あとは。 やっぱ三塁争い、三塁者争いをペーニャーいましたよね。うそうです。忘れてないですか？ペーニャーいたね。ペーニャーペーニャいたね。<laughs> ペーニャーどこに行ったんだペーニャー？内世界ですからね。はい、ただその、はい、ねハマ、ま、やっぱり阿部足が使える阿部があそこにハマってくれて最初は左が打てなかったですけれども、はいあ、やっぱり左が徐々に打てるようになってから心配しなくなってきましたし、やっぱり、うんえー、阪神戦の天王山っていうね、はい、なった時の阿部の さよなら、ホームラン、うん、同点、それで、あの、三つ巻きはま逆転のタイムリーとか、はい、やっぱ雨の成長。